はい、じゃあ始まりましたハイチのダラダラジオ第100回でございます。で、今回はテーマが目標や計画の決め方と、このテーマで喋らせていただきます。で、ついに100回です。昨日ね、告知したように今日8月2日20時に100回記念をね、アップさせてもらってるんですけども、今映ってる画面を見て親と思う方が多いかなと思います。いつもと違うからね。で、きっと気づかれてると思うんですけど、ちょっとね、今から画面が変わります。今こんな状況で撮影をしていてですね、行くよ、トゥ、この辺でいいかな。ちょっと目印つけたんだけど、自分でね、この辺でいけるでしょう。手が映ってるということで、ちょっともうちょっと下がるか。目印をつけたんだけど、あんまり効果がなかった。はい、ということで、じゃんということで、ハイチでございます。皆さんいつもありがとうございます。ということで、今回は、ラジオじゃないじゃんっていう話なんですけど、ホワイトボードを使って目標とか契約の決め方を、授業じゃないけどね、講義というかっていう感じの会にします。今回限定です。100回だしね。ということで、もしよかったらお付き合いください。いつもこう何かをするしながらね、聞いていただいて、噛んでる聞いていただいてる方たくさんいらっしゃるんですけど、今回はもしよかったら、ちょっと画面を使ってやりますので、時間見つけていただいて、あまり長くならないように頑張りますんで、お時間暇な時にでも見ていただけたらと思います。ということで、ちょっと向けてようか。改めてよろしくお願いします。ちょっと自分の身長的にあんま入ってないんですけど、はい、よろしくお願いします。で、早速喋っていきたいとこなんですが、まず、今回でこうやってね、ダラダラジオが100回を迎えることができました。で、正直、こんなに続けるつもりなかったです。1年間続いたらいい方かなと本当に思ってたんですけど、皆さんのおかげでというか、そうですね、もう皆さんのおかげだな、本当に。で、ここまで続けることができました。本当にいつも聞いていただいてありがとうございます。で、今回ね、こんな感じでやらせてもらうんですが、ダダ滑りしたらごめんね。いつもの方がいいじゃんってみたいになるかもしれないんですけど、行きましょう。では、消すよ。で、今回は目標や、契約の決め方ということでやらせていただくんですけども、なんでこうね、昨日8月1日にわざわざ、99キロを取って来週でもよかったんじゃないかっていう話なんですけど、今日8月2日です。で、夏休みがあと1ヶ月で終わります。約、もちろん学校によってはもっと短いところもありますけど、あと1ヶ月どうするって、これめちゃくちゃ大事です。ここ特に受験生と、もちろん中1中2高1高2の子もそうですけど、もちろん小学生もね、この夏休み、前も話したけど、どう復習に使うかってめちゃくちゃ大事で、で、ここを逃すとやっぱ夏休み後の勉強に関してついていけるか遅れるかっていうのは決まってくる、結構大きくね。だから、この1ヶ月をこういう風に契約を立てて、こういう風に頑張っていこうっていうきっかけになればなと思って、ちょっと急いで撮りました、今回。8月2日にね。で、まずなんだけど、ちょっと前書いたり消したりいっぱいするけどね、今回ね。みんなさ、その目標ってあるじゃないですか。すげえ新鮮。こういう感じでやってると、あれ入ってる？入ってるね。目標。で、もちろん、これは勉強だけじゃなくて、スポーツでも、ゲームでも何でもいいです。で、目標って今まで達成したよっていう経験、何か思いつくって考えた時に、今思いつく、みんな何か何でもいい、なんか自分で目標を立てて、あれ達成したぜ俺って、私あれ達成したなっていうのがすぐ出てくる子、これ意外と少ないと思います。おそらく大人の方でもすぐ出てこない方の方が多いです。で、これはなぜかっていうと、目標を立てるっていうのはかなり意識をしないとできないんだよね、人間って。無意識に目標は立てられないから、これをするぞって、こうなるぞって決めなきゃいけない。で、その決めるっていう行為をなかなかしないのも、もちろんね、その達成したっていうね、実感湧かない経験と原因にもなるんだけど、もう一個が、おそらくこっちの経験ってめっちゃ出てくるんです、達成できなかったって。例えばじゃあね、この前、今夏休みだから1学期か、あと前期の方ね、2学期制はね前期になりますけど、1学期のじゃあ期末テストがありました。で、期末テストでじゃあ350点を取りたかったと、こういう目標立てますよね。言われるから、みんな、先生とか親とかね、言われるからさ、テスト立てました、でも達成できなかったみたいな、
でこういう方がやっぱり多かったりします。もちろんいるよ、達成できることいっぱいいるんだけど、でこの達成できなかったっていう経験って重ねれば重ねるほどどんどん自分の自信がなくなります。だから目標を立つと目標を立てることも嫌になってくる。だって頭の中でこの言葉が出てくるんだもん、どうせって、どうせやったって変わんねえよって、自分なんてっていう言葉がどん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 頭の中に入ってくる。で心が病んでいく。でやる気がなくなる。でしない。でさらにまた悪くなるっていうこの悪循環だよね、どんどんっていうスパイラルにはまっていきます。これだから断ち切んなきゃいけない。で断ち切るためにはどうするかっていうと、目標の立て方をまず覚えなきゃいけない。期末テスト350点取るぞって、どこどこでどこどこ高校にね、合格するぞって立てるのは簡単なんだよ。でもそれを達成できるかどうかって実は目標の立て方がすごく大事。そこを立てるだけじゃダメなんだよ、ゴールだけじゃない。そのゴールだけじゃなくて中間地点の目標を立てるかどうかが非常に大事になります。いい？中間地点を決めると。でどういうことかっていうと、例えばね、じゃあみんなちょっと想像してほしいんですけど、どうしようかな。じゃあ仲いい男友達がいるとします。みんなね、男の子も女の子も想像してね、仲いい男友達がいる。ですごいね、もうクラスの人気者なの。ちょっと陽気な感じ、ちょっとふざけて先生に怒られちゃうなタイプの、でもムードメーカーみたいな子が、俺プロサッカー選手になるからってずっと言ってんの。でずっと言ってんだけどサッカー習ってないの、その子。それさ、俺プロなるから、俺絶対なるから、今サインもらっとくってみんなが言われた時に信じるか、その夢、その目標か。ね、それ多分何言ってんのこの子ってなってしまうんだよね。でもその子が本当にじゃあ毎日週6、週7でサッカーの練習をしてる、でもう遊ぶ時間とかを削ってやってるのが分かる、そういう子だったら、あ、本当になれるかもって思うんだよね。やっぱその努力してる姿があるかどうかってすごく大事。それは人に伝える上ですごく大事になるんだけど、でその努力をする上でやっぱり、例えばじゃあ今回の受験生ちょっとイメージした時に、どこどこ、じゃあ丸々高校にしようか。もちろん大学生だったら、あと高校生だったらね、丸々大学でもいいですけど、ここに合格するっていうのがもう目標です。最終的なね、まあ、受験生だったらほとんどがそうなります。で、中1とか中2の子だったらイメージが湧かないと思うので、このテスト、次のテストで何点っていうイメージで思っておいてくださいね、目標で。じゃあ今自分がここにいると、じゃあここにいて、ごめん、ここに行かなきゃいけないんだよね。でその時にここにすんなりピョーンって行けたらもちろんいいです。でもそんなに甘くない、勉強もスポーツも全然甘くないからね。そんな裏技があったら教えてほしいです、俺が。じゃあどうするかっていうと、ここに行くためにここに来なきゃいけない、ここに来るためにはここに来なきゃいけない、ここに来るためにはここ、ここに来るためにはここっていう中間地点を決めるの。イメージとしては階段を登っていく感じ。この坂道を急に上がるんじゃなくて、まずここの階段登ろう、登ろう、登ろう、登ってたどり着くよねみたいな感じのイメージです。これを必ず決める。自分にとってどこどこ高校に入学するとか、例えばテストで何点取るって、もちろん今340点取ってる子が350点だったらそれでもいけます。そんな高い山じゃないもん、それは。でも今250点の子が350点って言ったら、その100点って甘いとめちゃくちゃ厳しいんだよね。本当に頑張んないと。でもさ、高い山になる。高校もそうだね。もしこの偏差値がじゃあ57が、まあ、語学ラインだよって言われてると、でも今自分がじゃあどうしようかな、じゃあ50ぐらいしとこうか、まあ、偏差値7だったらね、努力で全然届きますけど、簡単に。でも7って要は努力しなきゃ届かないんだよ。だからちゃんと階段を登んなきゃいけない。でその時どう階段を決めるか、今8月2日に今回アップしてるので、じゃあ8月でしょ、ちょっと色使おうか。これ今8月の私ね。で、まあ、受験が2月後半から3月だろうから、ちょっと3月の頭にしとこうか。これは3月にあると。ってことは9、10、11、12、1、2、3、あと7ヶ月です。さあ7ヶ月もあるのか、7ヶ月しかないのか、まあ、そこも大事ですけど、でそのためには3月にこうなってるためには
じゃあ自分だったらだよ、例えばイメージね、例えばなんですけど、うん、冬って書いてた、冬休みって書きたかったんだけど、うん、休みが先に来たね、どんだけテンパってんだっていう、ごめんね。冬休みに入る前までにこうなっとかなきゃなと。じゃあ11月にこうならなきゃいけない、10月、9月ってこうやって区切っていく。この目標、3月に57、もちろん57基準だったら60あった方がいいね、安全になるためには。そうなるためには冬休みにどうなってなきゃいけないのか、11月にどうなのか、10月にどうなのか、9月にどうなのか、じゃあ今何しなきゃなのって、こうやって立てる目標っていうのはいい。ほとんどの子がここしか見てない。でここに行くためにはあまりにも山が高いから登る気が失せるんだよ。でももし階段状に変えてあげて、今目の前にそんなに高くない階段があるんだったら登ろうって思うから。でもこの作業ですごく大変なの、相当考えなきゃいけないから。でもちろんこんな単純なことじゃないんだけど、じゃあね、安全圏に行くためには60ヘルツ目指しますと。じゃあ冬休みに入る前ね、これ冬休み終わった後じゃなくて、入る前にはやっぱりその元々57が基準だったら57は欲しいです。この状態でも安東5分けにしておきたい、個人的には。であれば、じゃあ偏差値ってね、もちろんこう浮き沈みがあるからそう簡単じゃないんだけど、じゃあ55、53、すぐ上がんないけどね、51、50みたいな感じでもいい。これがさっきのね、中1、中2の子だったら350点、これ3月じゃないよ、次のテストまでだからもっと短いスパンになるけど、350点だったら、じゃあ、テスト2週間前までにこれをやろう、これをやろうって考えていくといいです。で今は偏差値で数字でねやってしまったんですが、じゃあそうなるために、偏差値60になるためには受験本番でどの科目で何点取るかっていうのをまず解決策と計画を立てます。それが地域によっても違う、その高校によっても違うから、これは一概に言えないけど、全部の科目を平均で60点とかっていうのはなかなかない。なぜならだって得意不得意があるもん、その子その子に。例えば今の俺がねやるんだったら、まあ、俺完全に理数系なので、まあ、数学が専門だからね、数学で引っ張んなきゃいけない。で、まあ、多分得意というか取れる順番だったら、おそらく俺はねこの順番です。だから数 A、リー、シャー、コック、ここが一番苦手なんで。で、じゃあその60をまず60ね、じゃあ取るためには本番何点必要かって、それは学校の先生とか塾の先生に聞いてください。その地域に詳しい人がねやるべきだからに頼ったらいい。で、じゃあ60のために、受験本番ではまた350が分かりやすいからこれでいこうか。350点が必要だと。平均したら70なんだよね。でもそううまくはいかない。だってここ取れねえもん俺きっと、国語で。だから国語でどんだけ引っ張らないようにするか。でも70きついな、じゃあひとまず50は死守しようみたいな、そこまで持っていく。もちろん受験の問題と過去問とかを見てそこでちゃんとやるんだよ、考えるんだよ。で社会はまあちょっと頑張って60いこうかって、ってことはここでも30マイナスしてるんだよ、平均70からしたら。じゃその30点を取れる科目で上乗せしなきゃいけない。じゃあ数学、お、じゃあ数学を100点取っちゃえば OK じゃねって。いやいやいや、100点取れねえから受験の時、そう簡単に。そういうこともない。だからじゃあ得意でしょ、でもうちの地域数学図形の証明でんだよなみたいな、あれちょっと得点高えから、まあ、90はちょっときつい、まあ、85は取っておきたいな、じゃあ85みたいな、ここで15点上乗せ、あと15点です。だからよし、じゃあ英語で10で、まあ、理科でこのぐらいかなって、このぐらいでいいの、こういう感じで取ろうっていうイメージが大事だから。じゃあこれを取るために、おそらく受験生であれば模試とかやってる子も多いよね、その地域の模試、多分県とか都道府県によってあるのかな。でそこで得点とか偏差値も出てくると思うので、足りてないと。じゃあそう足りないためには何をしなきゃいけないのか、もし数学で証明が出やすいってね、その地域だと、でも証明苦手だと、じゃあ証明をどこどこでやるのかみたいなを契約立てる。9月の段階、8月、今夏休みの段階で何をするのかって、でそれが終わったらじゃあ9月で何をするのかみたいな。で数学とか理科は単元ごとで勉強ができるので結構まあしやすいの、分割勉強が。
でもきついのがやっぱ英語ね。英語は基本的に単語、そして熟語、これをマスターしなければ受験と、長文とかにチャレンジができないので、そもそもでリスニングもやっぱ練習しないとなかなか身がね、あと得点が伸びてこないから、だから早めに始めなきゃいけない。でその時に英語80取りたいと、でも今模試で50点しか取れてねえと、で30点上乗せする。でその30点上乗せする時も自分のね模試と回答用紙とかを見て、何がよく間違ってんのか、じゃあこの部分で取れるようになったら、あ、80いけるかもみたいな、それが長文なのか文法なのか分かんない、それはね。でも、まあ、会話かリスニングかも分からないけど、じゃ長文を克服したいってなってるんだったら、まずじゃあ8月の段階で単語のね参考書買ってきて、単語をこの500個は絶対暗記しようみたいな。でこれが終わったらじゃあ9月単語やるのか分かんない、熟語何個か分かんないけど、そうやって傾向を立てていく。でその時にはこっちから下げていくの。英語で80になるためには冬休み前にどうなってなきゃいけないのか、例えば過去問やって普通に解けるようになってなきゃいけないよねみたいな。じゃあそのためには11月でどうなってるの、10月でどうなってるのっていう感じで考えていきます。いい、これが目標の立て方で、契約の立て方ね。で今回まあ受験生だけにも話してしまったので、まあ、ざっくりそのテスト中1中2のことか、まあ、中3でもね定期テスト対策で見てくれる子もいると思うので、うん、ちょっと消すの待ってね。で同じような話を、まあ、ざっくり今ね詳しく話してるんで、じゃあ定期テストの時だったらどう考えるのかっていうと、また350点でちょっと行こうかね。じゃあ次2学期の中間テスト、夏休み明けかなで行こうか。2学期の2月って書いてしまった、ちょっと待ってね。で2期生だったらあれかな、前期の期末テストかな、夏休み明けは。はい、2学期中間があると。じゃあここでまず350にしようかね。350点、これが目標だとします。もちろん400点でも450点でも構わないです。その子その子で決めてください。でそうなるためには、じゃあさっきと同じ話でいきたいので、今ここに私は250点だった私がいると。100点上げなきゃいけないね。100点って相当だからね。でこの山を登ろうと思っても辛いんです、わからない登り方が。だからちゃんと階段にしてあげる、こうやって。ちょっとね段差が多かった。でもちろんテストがいつかにもよります。今ここが8月2日なので、8月の1週目にしようかな。じゃあ1週目で、じゃあテストを何週目にしようかな、まあ、2、3、4、ちょっと数的にじゃあ9月の3週目にしようか。3週目ね。だから9月の3週目テスト本番の時に350点を取れるような実力になっておきたいと。だから1週間後でよく俺区切るんだけど、ここ9月の2週目、9月の1週目でしょ、で8月の4週目3週目2週目と区切っていきます。いい、ここでこうなるためにはこうなんなきゃいけない、その1週前に1週間前にこうなんなきゃいけない、でこうなんなきゃいけないと。でこれ結構特に中3の受験生はね、さっきみたいな目標立てやすいんですけど、1年生で結構特に1年生ねは、あーなんかんどういうことって思うと思うので、例えばで話します。これも例えばだよ。テストのテスト範囲って基本的に2週間前に出ることが多いのね。だからテスト2週間前ってここね、1週目2週目で、テスト範囲っていうのは基本的に前回のテスト範囲の最後から今勉強してるとこ全部なんだよ。もちろんずれるけど。ってことは前回の1学期の期末テストのテスト範囲をちゃんと覚えておく。もちろんそのプリントとかなくしてしまったら友達に聞く。LINE でも何でもいいから。コピーさせてもらうのが一番いいんだけど。聞いてその後から始まるんだから、テスト範囲って基本的に分かってるの、今の段階でも。ここ出るんだなって。もちろんずれることもあるけどさ。で、このテスト範囲が配られた時にはここがテスト範囲かなって予想してたところの勉強
もちろん難しい問題とかいいです、ワークの簡単な問題とかで構わないんですけど、そこの勉強が基本的に終わってるといいです。でもちろん今これ俺のね、ダラダラジオで聞いてくれてるので、俺の授業の、これ俺の動画のやつが見終わってるといいです。一番はこれはね、使ってくれてる子がよく言ってくれるので、あ、そうだなと思って今話させてもらってるんですけど、テスト範囲が配られた段階では動画が見終わってる、いい、ハイチの授業 OKOK 結構こうも分かるから大丈夫ってなっておくと、俺の動画っていうのは基本的に教科書全部網羅してるので、そこをカバーしてくれると基本的にワークは結構解けます。学校のもちろん全部じゃないけど、だから基礎ができてる状態で2週間前を迎えられるから、こっからワークとかやればいい。もちろんワークやっててもいいんだよ、いいんだけど、一個の例えとしてはこの2週間前までに動画が終わってればいい。もちろん予想が外れるかもしれないけど、で配られたらワークとか、先生がさよくプリントとかも書いてるじゃんか、こっから出すぞみたいな、でそういったテストを取るための具体的な勉強を始めるの、いい？点が分かってれば、ここまでに、ここまでが動画の、あとテスト範囲かなって。で、一応、その教科書会社によってずれちゃうこともあるけど、その教科書の順番になってるから、あ、ハイチの授業ってここまでかなって、予想したところを、ここまでに終わせなきゃいけない。で、俺の動画って細かく撮ってるので、本数がすごく多い。普通にテスト範囲、一科目20個とかあるしね、理科とかだと。じゃあ、それをマスターするためにはどうすればいいのかって考える。でさっきも言ったように、数学とか理科は単元ごとで分かれてるので、そこの単元だけ勉強しても OK ですけれど、特に1年生のこの時期だと政府の計算とかあるでしょ、マイナス5プラスマイナス2とか、こういった計算でもう X も入ってるから、きっとじゃあ 5X マイナス 3X とかこういうのやるわけじゃんか。でこの辺の計算方法が分かってなかったら新しい単元無理です、中1は。だったらこっから先にもやんなきゃいけない。ここでテスト範囲のね、動画が終わっていくためには、どのぐらいのペースでやんなきゃいけないのかって考える。で、その前に復習が必要なんであれば、復習をやると。テストで取るんだったら、受験生は復習するんだよ、全部。しなきゃいけないんだけど。っていうふうにやっていきます。だから、ね、言いたかったことは、目標を立てるでしょ？そしたら、階段上に中間地点を決めるんです、その目標を。で、一番は、定期テストだったら1週間ごとに決めるといいです。この週でこうなっておく。この週が終わった時、たぶんこの週の日曜日が終わった時にこうなってよう、こうなってようって。で、こうやって崩してきた時に、じゃあ今ね、みんなが8月の1週目、こうなってなきゃいけないと。わかんない、何かわかんないけど、じゃあ例えば、動画でいくよ。映画の、ごめん、英語の動画10本。数学の動画15本。で、じゃあ理科の動画を5本この1週間でやらなきゃいけないんだって分かりました、決めたんで、自分で切り崩してきて、そしたら1週間は7日あります。その7日間をどう繰り分けるかを考えるの。1週間ずつ切り崩してきて、1週間毎日どういう風にやっていこうかなって、これが本気の計画と目標の立て方。計画、これ立てるの超めんどくさいです、正直。で、超めんどくさいんですけど、頑張って立てた計画は、頑張った分だけ思い入れができる、みんなにとって。だからサボりにくくなるよ。どうせ、だってね、やっと決めたんだもん、自分で。だから、どうせって気持ちを打ち消せる。で、こうやってやっていく。で、これね、講演会の時も話したんですけど、すごく大事なのは、一番今350点っていう100点アップで決めちゃったでしょ。本当はこんな高くなくていいです、最初。ぶっちゃけ目標っていうのは最初は低くした方がいい。もし250点だったら俺270点とか280点で設定するもん、きっと自分の生徒だったら。なぜなら達成したよが大事だから、この経験を積み重ねなきゃいけない、とにかく。でそれでね、280点で決めるでしょ、で達成するじゃん、やったら頑張ったじゃんって言うじゃん、絶対言うんだよ。え、だって30点ぐらいさ、どうってことなくないって言われるの。そんな目標じゃないしとか、なんとかちゃんはだって70点上がったらしいよって言うんだけど、俺めちゃくちゃ褒めるから、それでも。だって自分で決めたんだもん。それを達成するってすごいことなんだよ。それは子供大人関係なく。だから今回はね、ちょっときつめの目標で設定してしまった。だから動画の本数とかもこんな感じになっちゃうんですけど、
一番はまず低めに設定する。でそれを達成するためにきちんと目標を立てる。こうやって計画を切り崩して立てる。でもしこうやってまあ例えば30点アップとかだったら復習する量とかやる量も減っていくんで、じゃあ1週間でどうしようかな、7本に設定したいな。じゃあ232とかにしようか。そんなね、かなり少ない本数ですけど。そしたら1日1本でしょ。で1日1本でも自分はよく言うように反復練習、人間って1回覚えただけじゃ覚えないから反復しなきゃいけない。この数学の3本覚えるためにも月火水木と4日間連続で3本一気に見なきゃみたいな、そういう風に勉強しなきゃと思ってるので、そうやってやるときにこの日にこれを見よう、これを見ようって計画を立てます。で決めるじゃん、月曜にこれするって。そしたら決めたものは絶対にサボらない。これが一番大事。自分で決めたことは絶対にサボらないの。でこれは例えば2ヶ月サボらなかったとするじゃん。もう守った、頑張ったんだよ。で2ヶ月後ちょっとね気が緩んだ、1日だけサボったの。そしたら全部崩れるよ。その2ヶ月で積み上げていく自分の自信というか一気に崩れる。なぜなら自己嫌悪に陥るから。あ、さっぱサボっちったってどっかで思うから、心で。特に受験生、あのね、やっぱナイーブになっていくので受験生は。そうだから自分で決めたことはしっかり守るねっていうのをそのルールとして守ってもらいながら、こんな感じでやってもらえたらと思っております。はい、しまったね、26分話してるよ、ごめん、超長くなっちゃったけど。けれど、まあ、この目標の立て方っていうのは自分がこう30年間生きてきた中で、で、まあ、気づいたのは、まあ、社会人になってからです。正直いろんな人に出会って、でいろんな子供たちを見てきて思った。で今の一つの結論として思ってる。いい？目標を決めたりとかすごく素敵なことです。で決めます。ただしここに行きたい、ここに行きたい、こうなりたい、こうなりたい、なりたいだけじゃできないんだよ。じゃあそうなるためにはどうするかって、切り崩して、で切り崩して切り崩して、今日の俺、今日の私は何をやらなきゃいけないのかっていうところまで落とし込めるといいのかなと思っております。はいでは今回はハイチのダラダラジオ第100回でございます。まだラジオじゃないけどね。せっかくなんであれかな、ちゃんと顔出して俺を言おうかな。これ感想恥ずかしいんですけどね。ということで今回もね、身長がこちら今回もね、ここまでご視聴いただき本当にありがとうございました。で、次回の101回目からはまた通常に戻ります。あと、来週の8月9日は、今回1週間で2つアップしているので、来週はお休みになります。おそらく。もし、緊急で撮りたいと思った場合は撮らせてもらうんですが、一応お休みの予定となっております。で、今後も、はい、撮っていきます。101回目からね、ダラダラジオまた続けていきますので、まあ、皆さんにとって、多少ないとも有益なもの、役に立つものをね、少しずつ配信していこうと思ってますので、もしよかったら今後も聞いてみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。ということで、去りながらビデオを止めさせていただきます。じゃあ、本当にありがとうございました。